オブジェクトストレージのアーキテクチャオブジェクトストレージとはデータをオブジェクト単位で扱うストレージのアーキテクチャであるスケーラビリティに優れるため主にオンラインストレージで利用されている利点は容量の拡張性であり Facebook のように大量の写真を格納したり Amazon シンプルストレージサービスで大量の顧客データを保存する容量の拡張は ストレージサーバーの追加で無停止でできる。ペタバイト級にも拡張可能で、米国ロスアラモス国立研究所は 500PB のストレージに採用した。オブジェクトストレージの説明にデータとメタデータを結合してオブジェクトと扱うというものがある。これは特徴の一部でしかない。Linux のファイルシステムである XFS には拡張属性があり、 属性とデータを一つに格納する。しかしながら、これ、単体を、オブジェクトストレージと呼ばない。後述のアクセス方法やデータ分散の仕組み等の、アーキテクチャ全体と理解される。PBQ の分散ストレージの仕組みには他にもエデュープ、e Distributed File s y s や Google ファイルシステムがある。これらは、ビッグデータ処理を意識した大きいファイルサイズに、 最適化された設計であるのに対して、オブジェクトストレージは、どのような大きさにも適した設計であるとされる。概念図データは固有の ID を持ち、データへのアクセスは通常 REST FAR API で行う。オブジェクトストレージは、ウェブブラウザなどのアプリケーションが、サーバに API リクエストを発行することで、アクセスする。命令には、読み込みをする、GET、書き込みをする、PUT など、 がある。API とデータ ID を指定することでアクセスするため、ファイルサーバーやネットワークアタッチとストレージのように、Windows のエクスプローラーや m a c のファインダーでアクセスするためには、h u ー e アダプタなどを使用する必要がある。データを直接更新したり上書きすることはできず、データを更新する際は、新しいデータの書き込みと古いデータの削除を組み合わせて行うことになる。 API は Amazon Web Service S3 API がデファクトとの意見もあり、S3 互換を謳った製品もある。ディレクトリは持たない。フラットな空間にデータを格納する。これはバケットもしくはコンテナと呼ばれる。バケットは複数あっても良い。同じデータを複数のストレージに分散して記録するため、RAID 等の効果要請技術を別途準備しなくても良い。 容量効率を高めたイレージャーコーディングが実装されたオブジェクトストレージも存在する。データとメタデータを合わせてオブジェクトとする。メタデータはユーザーが自由に登録できる。例えば画像のメタデータとして被写体や場所を登録し、検索や抽出に利用することができる。既存アプリケーションの変更、特に API への対応が必須となる。また、 データの部分的な読み書きができないため、頻繁な部分更新を要するデータベースや高速、IO のトランザクションは適さない。バックアップ、アーカイブ、サーバーログの保存等であれば問題ない。サーバ構成の一例主にプロキシノード、ストレージノードからなる。不可分散のためにロードバランサを利用することもある。API の提供やリクエストを管理する。クライアントから API を受け取り、 ストレージノードへ指令を出す。データが保存されているノードの場所も管理する。例えば、オパンスタックスウィフトでは、リングと呼ばれるアルゴリズムが使用されている。クライアント側のパブリックネットワーク端子と、ストレージノード側のプライベートネットワーク端子の二つを持つ。実際にデータを格納する。プロキシノードのプライベートネットワーク側に接続され、通常可用性のために複数台のノードからなる。 XFS 等のデータ属性を保持できるファイルシステムを利用する。オブジェクトストレージは API でアクセスするが、これはクライアントからストレージ全体を眺めた場合である。ストレージノード単位で見ると、最終的にオブジェクトは既存のファイルシステムで保存される。コンピュータネットワークでストレージを構成する技術には、ストレージエリアネットワークもある。 オブジェクトストレージや3で利用される高価なファイバーチャネルを利用しない。ストレージデバイスも低速だが大容量、低価格なシリアル ATHDD を活用する等、コモディティハードウェアの活用が設計しそうである。実際にストレージノード間は TCP、IP で通信され、スカジープロトコルはやり取りされない。これら理由によりストレージは HDD。 ネットワークはイーサネットである。ファイバーチャネルやテープデバイスは主流とは言えない。ありがとうございます。